ゃあこんにちは。さあ、ゆたかさん、はい、沖縄ね、うん、行ってきましたよね。行ってきました。3年ぶり。どうでした？なんかね、心がゆったりするような、なんか迎え入れてくれるこの空気が あったかいというかね。そう、まあ、もちろん温暖な地ではあるんだけども、はい、なんかこう受け入れ体制がみんなに優しいというか、うん、まあ、そんな感じがしましたよ。コロナ禍もあって、それがちょっと明けて今ね、旅行、全国旅行支援だったりとか、まあ、行けるようになったじゃないですか、うんうん、そういうふうにちょっと人がまたね動き出してて。ああ、そうそうそう。っていう、そのどうでした、キャンプに行ってみて、あの、そのファンの方とか。ああ、でも行きの飛行機もいっぱいだったし、帰りもいっぱいだったって。だから、まあ、相当数が動いてるし、うん、で、まあ、ちょうどその日曜日にね、うん、ヤクルトのキャンプ行ったんだけども、はい、まあ、スタンドも結構な人 でヤクルトのキャンプ地ってすごく近いからね。あ、そうなんですよ。で、選手がそう、もう素通りするからね目の前を。だから、まあ、そこら辺で、あーとか言ってたら、うん、まあ、人のいい選手は、うん、あ、こんにちはとか言ってくれるよ、ちゃんと。あ、じゃあ浦添行ってヤクルトのキャンプ見たら、選手とのその動線が近いと。近い。どこら辺にいればいいですか、出入り口。あのね、外の出口がライトスタンドに、ライトスタンドのとこからあるから、はい、選手が出入りするところが、うん、そこら辺にいたら必ず選手は見れる、近くで。え、じゃあ村神様とかも通ったりする？あ、もう、あの大魔神のように通ってた、ね、見ましたって変ですよね、仕事で行ってる。まあ、当たり前で見るよ、そりゃそうですよね。あ、じゃあファンの方と、まあ、あのチームによってはその通路みたいな道路を挟んで、うん、反対側にブルペンがあるから。え、じゃあすぐ 見れるんですか。だからその間30メートルぐらいじゃない。あ、めっちゃ間近じゃないですか、うん、あれは打ち出したって言ったら、うんって見に、みんなそう投げ出したって言ったら、うん、すごいよ。確かにその球場とかによって選手の近さってありますもんね。あとどこ近い。いや、沖縄は大体近く作ってるし、その大体選手は歩くよ、うん。あ、だからそのファンの人のそこの場所まで、うんうん、だから接する機会っていうのはすごく多いし、3日あったら、まあ、例えば巨人、うん、ヤクルト、DeNA、うん、1日目みたいな、はい、で、チャタン、はい、ギノザ、ギノザ、まあ、金とかさ、あ、楽天のね、はい、とか、うんうんうん、だからそういうのでね、3カ所ぐらいに割って3日で回ると、うん、十分堪能できると思う。もうボリューム満点、楽しめますね。うん、楽しめると思う。で、まあ、そこら辺のね、近くにね、また美味しいとこあるんだよ。あ、まあ、名護だったら朝日とかね。名護は朝日？ステーキ屋さん。まあ、またうまいんだよ、ニンニクつけて。はい。ガッツンと、ガッツンと。あ、いいですね、うん。名護だったら朝日、ステーキ屋さん。うん、それと焼肉屋さんもあるんだよね。焼肉屋さん、焼肉屋さん多いですよね、沖縄、まあ、のおいしいとこ。そう、美味しい。私も連れてってもらった、うん、そうだ。例えば阪神行ったらこことか、ロッテとか。阪神はね、そんなない。宜野座ちょっと、ただね、風がないわ、あそこは。ああ、宜野座、そうか。あのね、宜野湾とか茶壇とか海沿いにある球場は、あ、はい、まあ、大変だから、うん、髪の長い女の子は縛っといた方がいい。バッサバサになるから、お前海の中からお前出てきたんだみたいな。あ、そう、海ババみたいな。そうそうそう。いや、だから、なんていうの、海ぶどうみたいになっちゃうからね。いや、だから髪結んどいた方がいい。はい。まあ、だけど、うん、宜野座とかはさ、風がないんだ、うん、あと浦添とかも。あ、ヤクルトの。やっぱり風が優しいというね、うんうんうん、だから非常にいいところかな、うんうん。あとどうですか、あとおすすめの球団。まあ、おすすめの球団ってやっぱセルラーっていうのは、うん、巨人がやるね、うん、中旬からやるところはやっぱ近いよ、うん、繁華街からですよね。あ、だからすごくいいし、うん、オープン戦でも使う球場だからさ、うん、公式戦でもね、はい、だから非常に整備されてるしね。そうですね。だからあそこら辺の界隈ってものすごい美味しい食べ物屋さんがたくさんあるよね。何でもありますもんね。何でも、ね、まあ、ミルクという、ミルク、生卵の黄身で飲むこう食べるしゃぶしゃぶとか。それは、それは巨人のセルラーから遠いの、まあ、近いんですか。お、ミルクね、ミルク、ミルクもいいし。じゃ、ミルク行けば豊さんに会えるかも。うーん、いや、これうまいよな、でも行きたいよな。あ、まだ行ってないんですね。今回は行ってない。今回は3だから。ああ、そっか。え、豊さん、この後もまだ沖縄入る予定って、うん、あるある、あります、うん、15から
おお、ってことは、うん、その間に今言ったお店の中で豊さん行ってくださいよ、どこか。これあの沖縄行きたいって思ってらっしゃる方いたら、うん、そのタイミング合わせて豊さんと会ったらなんかくださいよ。何ぐらいあげる？なんか、まあ、もらいか、サインぐらいあげる。サインとか写真、サインでよければ、写真とか、写真とかね、声かけても OK。 まあ OK、 全然 OK だよ。あ、じゃあ今ねご覧になってくださってる方で、でもさ、締めが沖縄の夜って知ってる？何ですか？飲んだ後締めがステーキだから、ステーキ食べて帰るみたいな。どんだけ、まあそういう文化だから。そうなんですか？北海道とか締めパフェとか、そう締めパフェあるけど、うん、沖縄はステーキだから。さすがお肉が美味しい、ね、え、例えば豊さんお休みの時に、あの選手時代ですよ、チュラミ水族館行ったりとか。はい、チュラミ、うん、これまたいい行きました。これはね、うん、暑い時に最適だよ、うん、めちゃくちゃ涼しいからそりゃそうです、水族館なんですから。水族館だ、うん、涼しいし、やっぱこう見応えあるよね。いや、そうですよ。俺は一番はパイナップル、うん、パイナップル畑に行って、うん、食べたというね。そういうのもできるんですか？できる。あ、それがちょっと印象的だし、うん、琉球ガラスってあれ知ってる？はい、コップとかいろんなものがあるけど、はい、うん、あれがすごく綺麗だったなっていう印象があるよね。あ、いいですね、うん、さあ豊さん、はい、他にも例えばロッテがキャンプをしている糸満市、ありますか？まあ、周辺でもいいんですけど、まあ、周辺はね、うん、俺一回行ったことあるんだけど、はい、ものすごいパワースポットがあるっていう話を聞いて、もうぜひともみたいなでセーファーウタキっていうのがあるんだけども、はい、そこ道順が順路があって、はい、こう行かなきゃいけない。その前に説明を受けるんだよ。なんだ、なんかこうみたいな、なんかこうみたいな、宗教ではないんだけども、はいはい、一応こう、ここがなぜパワースポットって言われてるかっていう説明を受けて、まあ入っていくんだけどもさ、はい、最後にこうなんてでっかい岩がこう寄り添って人っていう字みたいになってるんだよね、はい、でそこになんか夕日かなんかがこう入ってくるみたいな。あ、綺麗。それが見えた人はもうパワー、最大のパワーをいただけるみたいな。どうでした？曇ってたと思うそういう日もあるんですね。そういう日もある。そういう日もある。そういう日もある。ただやっぱなんかすごい感じるものが、やっぱね、こうなんか王朝時代があったでしょ、うん、沖縄って、はい、そこの王様がいたところとか、うん、そういうのがこうちょっと説明書きをされてるんだけど、うん、まあ、そういうところをこう歩いて、まあ、そこにたどり着くんだけどもね、はい、なんかすごく新鮮で、はい、なんかこうよかったな、うん、なんかこうスーッとするというか気持ちが落ち着くというか、うん、落ち着く、あの気を見られる、まあ、ううね、ってことですよね、うん、スタッフ情報によると糸満市というか、そのセーファーウタキは南城になるんですけど、うん、まあ、まあ近いところのエリアにはあるということ で、 そうそう。でロッテの糸満まで行くと、うん、まあ何がいいかっていったら南部そば。あ、おそば、やっぱね、いろんなそばがあるんだよ沖縄は、はい、早期そばとか沖縄そばとか。あ、まあそれは肉がこう違ってるだけなのかなと思うんだけどだけどやっぱそばは美味しいよ。美味しいですね沖縄そば。美味しい美味しい。汁まで飲んで美味しいですしね。いや本当に、うん、でまあ巨人、はい、バックスクリーンの方にこう歩いていくと、はい、外に出てね、うん、モノレールが上通ってんだよ、うん、はい、その道があるんだけど、それを越えて、うん、橋の方に左に行くと、はい、この定食屋さんがあるんだよ。お、これがね、うまいんだよ。なんていう定食？忘れちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って。あの、そこは、うまい。え、何の定食？料理が、量が多くて、うん、なんかいろいろトッピングができるんだよ。おえぇ、まあ、だから、何がうまいっていうより、うん、まあ、行って食べてみて。ゆたかさん、もう一回行きたくなるからっていうのが、うん、ちなみにゆたかさん、その時何の定食頼んだか覚えてます？何かな、そばと、なんかだと思う。うん、ちょっとアバウトです。いや、アバウトだね。でも、いや、それ何回も行ってるから。言っててそれしか出てこないんですか？いやあるよ。他にもない？それはとんかつ定食とかさ、要はあるんだよ。だからあのなんだよ、ゴーヤチャンプルとかさ、うん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 、まあいろいろあるんだけど、うん、まあいろんなもん食べてるから、それは行ったら何回も行くとこだもん。じゃあ何頼んでもきっと美味しい定食ってことですよね。もちろんもちろん、ね、だからそこら辺はやっぱこう会えるチャンスがあるかも。お、豊さん行くのか。最強食堂。え、本当？思い出したの。最強食堂っていう名前？そうそうそう。本当ですか？最強なんだよ。すごい。最強。
あ、これ私行ってみたいです。いやいや、最強食堂、最強食堂、名前もいいだろ、本当に最強なんだから、最強食堂ですね、オッケー、これメモります、私。いやいや、本当本当、あ、店は閉めてる、ちょっと待ってやっぱコロナでね。そうなのかな。嘘、最強じゃなくなっちゃったわけよ。最強じゃないよ。いや、もうこのこういう定食を食べたいんだったら、うん、食べたい、隣、松山の範囲内だと思うんだけど、はい、何食堂だったか忘れたけど、また出たよ。いや、どこですか、あるんだ、ひふみやったかな、なんかね、食堂があるんだ、定食屋さんが、そこ松山のどこかですね、うん、そうそう、ちょっとアバウトだな、うん、あ、それから DNA の宜野湾にも食堂、まあ食堂あるよ、どこ、前とかある、あ、宜野湾、球場の、うん、行ったことあります、だからね、キャンプの時に、あの、なんていうの、焼き鳥屋さんみたいな感じなんだけど、うん、あの交差点のところにあるんだよ、ちょっといやいや、球場があって出て俺もあれだけど、それ出てってなんで扉なんですか、球場があってその交差点があるんだよ、すぐに出たの、はい、うんうん、その斜め右側の方に定食屋さんがある、うんうん、そこはね、昔焼き鳥屋さんだったんだよ、で行った当初、うん、あの、要はもうみんなつけて食べていいから球団のみたいな、わ、みんな行っちゃってさ、そうです、何百万になっちゃって大変じゃないですか、いや、もう禁止みたいになって、いや、やっぱそのぐらい美味しかったの、え、その焼き鳥屋さんは今は、いや、わかんないんだよ、もうやっぱ3年ぶりだからさ、そっか、うん、でも頑張ってくれてると思うよ焼き鳥屋さん、そこの焼き鳥屋さんも美味しかったって、美味しかった、出て交差点出て右の方ですね、名前はわからない、名前はほとんど覚えないから、そうでしょうね、はい、ただ焼き鳥屋さんだったことは記憶している、じゃあ宜野湾行ったらそこですね、いや、うまいよ、それから、広島沖縄市、沖縄市っていうのは高速があって、うん、あの名護に向かう右側に見えてくる、うん、まあ、名護までは全然行かないよ、はい、こう高速走ってると沖縄市出口って言って出てきたら、うん、右側にすぐ広島のキャンプ地が見える、あ、そうなんですね、降りてからすぐだから、おお、うん、なるほど、じゃあちょっと沖縄市も寄ってみるのもいいですね、いや、いい、出たらすぐですもんね、そうそれから楽天、はい、タコスが有名、まあ有名っていうかうまいところがある、お、まあ、沖縄ってタコスもうまいからね、だって発祥でしたっけ、なんかタコスのね、まあ、発祥かどうか分かんないけど、うん、あの、うまい、おお、タコスも食べるんですか、タコスも食べたことある、そう、食べたことあるだろ、タコスぐらいそうですけどお前びっくりすんなよ、お前びっくりしちゃった、なんか肉のイメージが強いから、でもタコスでも肉入れればいいじゃん、あ、まあまあまあ入ってますけど、タコスもやっぱね、沖縄といえばっていうところありますし、まあ、楽天のところの金というところは、うん、あのキングタコス、あ、じゃあ行ったらキングタコスを食べろということですね、藤川球児さんもおすすめしてます、スタッフ情報で藤川球児さんもおすすめしてたらしいです、キングタコス、まあそうだね、まあそうだね、まあそうだね、まあまあそうかもわからない、うん、そうですね、で、まあ、だからまあ美味しいではなく、数数えたらもうありすぎるから、だ、あの、あの沖縄 の、うん、あの国際通り、うんうん、ちょうど中心部の左曲がったところに、うん、あのね、タピオカ屋さんがあるんだよ、はい、そこが沖縄じゃない、タピオカの一番最初にそのできた店じゃないかなっていうふうに言われてるんだけど、一応ラシードつけたもん、ラシードつけたもん、自信がないね、ちょっとね、またね、場所がアバウトなんですよ、国際通りの中心地、中心な、真ん中、まあ、大体真ん中の左、沖縄県庁から来たら、うん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 、来たな、左の角曲がった、うん、本当に角ぐらいに、うん、まああれば、うん、そこにタピオカ屋さんがあるんだよ、なん、そこのミルクなんとかっていうタピオカミルクティーのタピオカが、これが抜群にうまい、他のタピオカとは違いますか、なんか粒がでかいんだよ、喉詰まっちゃう気をつけた方がいい、詰まらないから、いや、そのぐらいでかいんだよ、ゆっくり食べてください、いやいや、そのぐらいうまいんだよ、いっぱい入ってる、ボリューミーでいいじゃないですか、いや、いいんだよ、
おお、じゃあそこも、真ん中ら辺の左曲がった角っこのタピオカ屋さん、名前は知らないけど。名前は知らない。今ね必死にね名前を探してくれてるんですよ。そうそう、スタッフ。え、こいちゃ？こいざ？かもわかんない。わかんない。いやだけど買い物するんだったら国際通りなんか最高だからね。そうなんですよ。何でもあるし、何でも食べられるし、あとそうそうそう、あの足裏マッサージとか行きたくなって調べて国際通り行きましたもん。めちゃめちゃ気持ちよかったです足裏マッサージ。美容系もたくさんあるよね。あります。エステも あるよな、うん。ありますあります。それでそのデューティーフリーがあるじゃん。うん、に面してる道があるんだよ。はい。あの上にモノレール通ってたかな。いや、そこのずっと空港寄りに行くと、はい、この交差点の角に蕎麦屋があるんだよ。お、うん、そこがちょっと待って、蕎麦の蕎麦屋そこがちょっと待って、すごいもっとアバウトでよくわからないんですか。ちょっと待ってください、もう一回ちょっと整理させてください。ビューティーフリーの、ビューティーフリーの、端っこがあるじゃん、はい、端っこ、一番端っこありますね、端っこね、はい、海寄りっていうことだよ、はい、うん、でそれを空港寄りにこう走っていくと、うんうんうん、サンサラの交差点みたいなのがあるんだよ。はい、サンサラの交差点。そのサンサラの交差点のこの角、角にどっかしらの交差点のね、うん、角にね蕎麦屋があるんだよ、うん、そこがもう何蕎麦ですか。いや沖縄蕎麦。あ、沖縄蕎麦、うん、ジューシーもあって、はい、ジューシーってわかるかな。何ですか。いや、たっくんご飯。あ、お前分かんなくて聞いてる。はい、何言ってんの、まあいいかと思って。ジューシーみたいな、あ、ちょっとした炊き込みご飯と沖縄そば。そうそう、あ、それ美味しい。そこはね、美味しい。おつゆが美味しい。あー、全部飲み干しちゃいますね。そう、うん、あー、じゃあそこも名前は知らないけれども、うん、そこのお蕎麦屋さんも美味しいと。あのね、うん、浦添と宜野湾の間の民家みたいなところに、うんうん、あの沖縄そばがあるんだよ。ちょっと待って、もっとざっくりになってすいません。これは現地の人に聞いたら分かるよ。タクシーの運転手さんとか、うん、これはね有名なところだから。え、有名で美味しくて、うん、なんかね本当に閑静な住宅街にポツンとそば屋があるみたいな、うん、そこはうまいと思う。女トンっていうところがある。女トン、女村じゃなくて、はい、女トンっていうの、はい、多分、うん、そこのすき焼きみたいな鍋があるんだけど、ちょっと待って、すき焼きみたいな鍋。いや違う、それがねちょっと辛いんだよ。火鍋までいかないよ、はい、うん、あ、お店の名前これは。ここはね抜群にうまいから行ってみ。これは行きたい。ちょっとピリ辛なんですね。ちょっとピリ辛、これまた肉が最高の使ってるから、うん、ちょっと値は張るよ。あ、もういいです、いいです、今まで言ったところよりも、うん、いやでもこれは間違いなくうまい。これなかなかここじゃないと食べられない味ってことですか。あ、そうそうそう、オナと行かないと、うん、あ、ここはうまい。いっぱい出てきましたね。いや、あるある。いや、まだまだね、なんか聞いていけばいっぱい出てきそう。いや、あの ね、松山がこっちにあって国道が走ってるでしょ。もういい、わかりました。いや、松山がこっちにあって国道走ってるね。こっち側ってなんて言うんだろう。沖縄出身の雲字に、うん、下がね、駐車場になってるんだよ。で上が、うん、これはね秘密の場所だからあんまり教えたくないんだけど、じゃあこれ見てる方だけに、うん、内緒で。ステーキ屋さんがあるんだよ、はい、抜群の肉出すよ。これはね本当にね店構えがないとわからない。ちょっと待ってください、その松山の国道挟んで雲路のどこかの下が、雲路のね松山の交差点があるんだよ、はい、で雲路を見てます、はい、ここは右斜め前、うん、ここににある。下が駐車場になってるんですね。なってる。じゃあもうね、本当にね、路地みたいなところなんだよ。暗いところなんだよ、はい、だけどその2階にステーキ屋さんがあるんだよ、うん、名前は分からない。分からない。ただ肉がめちゃくちゃやばい。やばい。ちょっと行きたい。いや、本当にやばい。やばいぐらい、もうコース料理になってるけど。あ、そうなの。これは食ったらもう半端なくうまい。ただ名前は分からない。分からない。また出たよ。いやー、でもこれだけでもすごい数。すごいだろ。あとね、うん、ま、あの夢、はい、うん、っていうお寿司屋さんがあるんだよ、はい、これね結構野球選手も知ってるんだけど、はい、ここ行ったら誰かに会えるかも。野球選手、うん、いや誰か、どこのチームが。いやいや、だからその松山に遊びに来てる人間。夢っていうお寿司屋さんがあるんだよ。どこに近いですか。松山、雲路。お寿司は初めてこの話題で出てきましたね。いや、お寿司は俺あんまり食べないからね。
沖縄行ったら。そっかそっか、肉が多いですもんね、うん、でもここの夢のお寿司は美味しい。おお、これはもう贅沢な旅行ですよ、キャンプ旅行。もうそうだね、一日何食食べれば制覇できるんだろうっていう。いや、まあつまみ食いでいいんじゃない。あ、ちょこちょことね、行ってっていう。それもいいですよね。焼肉もあるんだよね、くもじに。どこ、くもじのどこ、なんていうの。いや、もう最初にさ、富士屋ホテルっていうところに泊まったんだよ、俺らがね。はい、あの最初のキャンプの時に、うん、その近くに焼肉屋さんがあったのが、これが雲路に引っ越したんだよ。あれなんていう焼肉屋だったかな検索でもともと富士屋ホテルの近くにあった焼肉移転雲路で調べたら出てくるから。いや、あのここはね、焼肉の王様って言ってもいいぐらいうまいよ。部位は どれがおすすめですか。いや、部位は何でもうまいと思うよ。焼肉の王様っていうぐらいうまいと思う。もうなんかちょっとね、キャンプも見たいですけど、ただ単にグルメだけ周りに行きたい。いや、もうそれでも十分ですよね。十分十分。例えば、いや、ここも野球選手好きだよ。あ、じゃあ誰かしら。あとはね、ステーキハウスのチャコ。それどこですか。それは松山。松山チャコ。チャコ、うん、そこはここは結構な野球選手も来ると思う。ヤクルトが結構来るから。ヤクルトの選手が来そうなところ、もしかしたらだから村神様に入っちゃうかも。かも。いや、でもこれ今言ったところね、なんか何店舗かぐらい制覇して、その写真を本当ツイッターに上げて、ね、くださった方にちょっと高木豊 YouTube チャンネルから、あの T シャツね。あ、これも T シャツでいいですか、うん、じゃあこうしましょう。豊さんがまず2月の15から20日まで沖縄に入ります。はい、その間に豊さんをどこかで 見かけた方でいいですか。お店で見かけた方、どこかで見かけた方、どっちにしますか。はい、どっかで見かけるよね。お店、ご飯、まあ、お店じゃないとダメだよね。そうしましょう。球場じゃ意味ないですもんね。意味ない。じゃあ飲食店の豊さん、今言った中のどこかに行きます。まあ、それは行くと思うよ。じゃあその飲食店で豊さんを見かけた方、最初の1名に豊さんのサイン入り T シャツをその場で、その場であげるんですサイズ感が合わなかったらどうすんの。飾る。こんなのちょっといいんですよ、飾 る、 いい、飾る。ファンの方は差し上げます。その代わり、まあ、先頭バッターということで、ね、まず最初の先着1名、はい、さらにまたその間に高木豊 YouTube チャンネルのスタッフ2人が沖縄に入ってます。で、うん、どうやら沖縄の全球団のキャンプ回るそうなんで、はい、このスタッフ2人を見かけた方、先着1名の方、スタッフがご飯をおごるそうです。お昼ご飯。スタッフってわかるかあのよくあのお面つけて1人は沖縄出身なんで沖縄の顔でしてます。あ、そうだね。はい、もう一人は、今髪の毛くるくるのちょっとあのパンマかけてちょっと茶髪で、ちょっとあのメッシュ系だよね。そうなんです、そうなんです。当日あげた黒なんです。え、黒にしてる。はい、そっか、はい、そっか。パーマはそのパーマはそのパーマそのままで黒にしてるので、で彼は、兵庫出身なのでちょっと関西弁。関西弁でも分かるっすよね。うち僕がいるんだったらどこの球場にメインで行くかも。もう分かります。だってほら片岡、あ、ちょっと片岡チャンネルもしてるからまあ確かに、ね、ヒント、うん、ヒントだ、ここら辺にいます。なのでスタッフ2人、1人は沖縄顔、はい、もう1人は、くるくるパーマのスタッフ2人いて、はい、なんかカメラ持ってうろうろそれしてるね。そうで、片岡さんと話してたらもう間違いないので、そう、ね、声かけたらその方1名お昼をおごります。さらに昼は指定してもいいよね、うん、高級昼飯そうです。 いいですよ、今行った中の伊勢海老食べたいとかね。良いですよ、今行った中の超高級、ね、そうそうそう、お肉が食べたいだったらそれでももう OK です。 OK です。じゃあさらに今言った中のお店何軒か行って、それを写真にアップしてツイッターでハッシュタグ高木豊 YouTube チャンネルとつぶやいてくださった方、こちら1名にさらに何かプレゼントしますか、その方にも。そうだね、うん、はい、お、でさらに、うん、さらにファンの方が選ぶ豊さんに行っていただきたいお店をツイッターでハッシュタグ豊チャンネルで書いて、高木豊ここに行けということをつぶやいてもらえたら、はい、行く、そこに行きます。豊さんが、はい、実際に行って動画を撮りましょう。本当ですか豊さん。キャバクラ行かない。それは、いやいやいや、それプライベートに行ってくださいよ、スタッフ連れて。あ、ただ食事屋さんだね。そう、はい、え、おー、マジで、はい、
でやります。なるほど。じゃあ、はい、視聴者の方がおすすめする場所をもう今からですね、まさにこの後すぐ、ハッシュタグ高木豊 YouTube チャンネルをつけてツイッターでつぶやいてください。ここおすすめです、ここおすすめです。そのうちの1箇所に豊さんが行って、そこで撮影をします。2月15から20日の間に。だから数が多いところに行きたいよね。そうですね。あ、ちょっとダブって3件あったんだ。あ、3件同じ食堂に行けみたいな、うん、あ、そうですね。じゃあ一番多かったところとかがいいかもしれないですね。まあ、だね。おお、じゃあお店の人で、うん、いや、うちに来てほしいって従業員でボン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 こう上げてきてもいいよね。ここに来い、ここに来い、ここに来いみたいな。そう、あの、あ、いいでしょ、従業員でね。そう、従業員、総動員でね。そうそうですよ。プラス、ゆたかさんが今言ったお店の中で名前が出てこなくて所在地が分からないところを実際行ってください、うん、探してください。いや、ただね、俺覚えてるから、うん、あのここに行きましたみたいなのがあれば、うん、写真見たら分かるよ多分。俺はね。じゃあ実際それ辿っていきましょうよ。まあ辿っていって何件かちょっとなんかあのタピオカ屋さん、いや知ってるやつは一人だけいるんだけどね、うん、この世で。誰で俺が辿った道っていうの。誰ですか。いや、その野球やってた沖縄水産でやってた、うん、その子が、うん、運転手をしててくれたわけよ。沖縄行った時にね、はい、その子が連れて行ってくれたから。そうなんですね。だからそっちに聞いたら分かるわけよ。あ、でもそれ聞いても面白くない、ね、あの沖縄純っていうね、うん、店やってるからさ、居酒屋みたいな。あ、そうなんですね。これ場所が分かんないんだよ、うん、またちょさっきと逆パターンじゃないですか。お店の名前は分かってても場所が分かんないって。いや、それはいつも純に電話して、うん、おちょっと迎えに来てくれって分かりましたって来て、うん、乗せて行ってそこの店に行くから分からないんだよ。なるほど。分かんど、なんかあれですね、どっちか分かるけどどっちか分かんないって店純っていう場所は分かんない。はい、ということ。はい、さらに豊さん、はい、あの今ですね、沖縄の主要な、キャンプ地、球場を巡りますと、はい、そこにあのスタンプラリーの QR コードあるんですよ。何でも今 QR コードあるよね。いや、そうなんです。昔ほら、ハンコだったでしょ。それはお前、お遍路さんだよ。昔こんな大きいのがあってたんですか、スタンプラリー。あ、あんたな。違うんですよ、今ピディンです。それがスタンプラリーっていう。そうなんです。あの沖縄のメインの、はい、メイン、キャンプ地の球場です。あ、みんなあるんだ。みんなあるんです。で、そこをちょっとピッピッピッピしてもらって貯めると、例えばオリジナルグッズだったりとかステッカーだったり、ちょっと嬉しいものもらえるということで、これ豊さんもほぼ全部いけるんじゃないですか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 いけないよ、なかなかね、うん、本当はこう全球団回って、うん、そしたらキャンプ地行ったら帽子をもらえるんだよ、解説者って。そうなんですよ。でそれ一人の人にプレゼントとかね、全部。え、やりたかったけどね。え、やりたかった。いや、だけどそういう日程が取れないのよ。確かにね、うん、今こういう事情だし、ね、だから俺も言った手前、3日あったら回れるって。でも俺はこう縛りの仕事で行ってるから、うん、そっから動けないわけよね。でもユダさんなら行けますよ。行けない行けない。でそりゃ行けないよ、仕事で行ってんだから。巨人の那覇 あのセルラ、そこはピーバーできますよね。あ、そうそうそう、それはやるよ。やって見せるよ。それツイッターに上げてください、証拠として。まあそうだね、スタッフと一緒こうやってやりましたよって。やりました。そうそう、はい、なので皆さんぜひ、ね、あの各地球場を巡って、ね、スタンプラリーも楽しんでいただければなと思います。はい、で詳しくはですね、あの概要欄から飛べるようになってるので、リンク先にぜひ、はい、あの概要欄見てください。概要欄も QR コードか。違う違うか。それはね、クリック。そうだね。概要欄じゃない。はい。